スタートしました。 ほぼ揃いましたが1番のラハイナルナちょっと出しがつきませんでしたかさあ先行争い3番シャンパーにまずスーッと出ていきます間からは6番のパンツ・ラビリンス7番タガノベルーガこの2頭の務めから12番平クレジェンドも接近して前は4頭固まりましたその集団の後ろに2番ロングリバイバル内を追走1馬身その外9番里のアラジンがいっていますさらに外には11番帝王イージスその内から2馬身最1番ラハイナルナ1コーナーのカーブです花に立ったのは3番 シャンパーニュ2馬リーーードを取って2 2コーナーに向かいます2番手にはストメから7番、タガノベルーが上がりました半馬身、内2番ロングリバイバル3番手その後は2馬身差12番、平僕レジェンド内6番、パンズ・ラベリンス並んでこれから向こう正面ですその後は2馬身差中段のストめ9番の里野アラジンの追走です。 その後ろは1番審査固まっています。間から1番ラハイナルナ。ストは11番帝王イー,イージース。2頭の内から5番のウェーブゴールド。3頭の後ろは2番審査うち8番のレッドカイザー。1番審判査20番名将ラリマ。ー最高峰は2番審査4番レッドオラシオンという体系。各馬これから外回り第3コーナーへと向かっていきます。花に立った3番シャンパーニュリードを1番審判取ってこれから3コーナーへと入っていきます。 その外目から7番のタガノベルーガが2番手です。1バシン内2番のロングリバイバル、外中2番平ラボクレジェンドが並んで、その後ろ6番パンズラビリンス、残り 1000m を追加。その外目から追走する8番のレッドカイザーと、さらに外に9番サトノアラチンがつけています。3、4コーナー中間点へと入っていきます。サトノアラチンは中段外目を追走、その後に5番のウェーブゴールド800を追加。それから、 1> 1馬その後ろ後方の34番手に1番ラハイナ・ルナの追走で4コーナーのカーブに入ります外には11番テ王オー・イージス残り600を切って先頭は3番シャンパーニュリードを1馬身取っています2番手にはその外目から12番のヒラボク・レジェンドが上がっていって第4コーナーから直線へそのさらに外から9番のサ藤ノ・アラジンが迫ってくるそしてうちにコースを取ったのが2番のロング・リバイバル外目からは1番ラハイナ・ルナその間からは5番のウェーブ・ゴールド さあ直線の攻防は3番シャンパーニュ粘っていますが外そこから9番サトのアラジンが並んでくる残り200を追加その後ろから追ってくるのは1番のラハイナルナおお外から10番名勝ラリマー今3番手に上がって前の2頭を追ってくる先頭3番シャンパーニュ粘る粘るサトのアラジンは2番手ゴールイン3番手10番名勝ラリマー